可愛くいた方がいいかなと思って、注射つけたり、ちょっとパジャマじゃない服着たりしてみました。はい、もうすっぴんなんですけどすいません、本当にそこだけはちょっとメイクだけはさすがにちょっと何もない日にメイクだけはちょっとできなかったごめん、前髪整えるぐらいはやってみた、うん、マジでごめん、でもまあ許してくれるみんなならみんななら許してくれると思って、イバジンさん、アルバイさん、ハートありがとう。インスタのインパのね、もうちょっとカタカナばっかりわかんない、あのさ、ハピョン実際24歳だけどさ、多分脳みそ80歳ぐらいのおばあちゃんぐらいだと思って考えてもらった方が、いやもっとかも、90歳ぐらいのおばあちゃん、今時の言葉についていけない90歳、いやでも90歳でもついていけるおばあちゃんはいるかでもほんとそれぐらいの人だと思って、あでも知識はないもんな、おばあちゃん知識めっちゃあるから、おばあちゃんの知恵袋とかあるからダメだじゃあなんか地球の外から来た宇宙人ぐらいだと思ってもらっていい、うん、あの地球で流行ってる言葉わかんないマジでそう、地球で流行ってる言葉はちょっと難しくて分かんないから、ちょっとゆっくり説明して岩淳さん、ともゆきさん、ハートありがとうございます。あとさ、これ普通はこの今私が着てるもの、これ普通はこの下になんかインナーを着て着るんですけど、私今あのインナーを着てというか、まあ、普通になんか例えば T シャツとか、 T シャツではないロン T とかを着てその上から着るものなんですね、このこれこうチャックになってるから。そうでも私今あのそのまま着ちゃっててめっちゃモケモケで痛い、あのなんて言うんですか、下着とかはねつけてるんですけど、はい、着てはいるんですけど、はい、ちゃんとちょっと痛い声を、普通はアウターみたいな代わりなんですけど、あのインナートップスを着てないので、あの痛い着替えたいかもしれない、来たばっかだけど着替えたいかもしれない、早すぎ。今日はインスタと TikTok をまず載せました。あとは明日にしようかな、ちょっと一旦 TikTok 揃えたくて今日3つ目出したんですけど、明日かな、明日ぐらいに出す、あの北海道旅の様子の TikTok を編集したので、マジで下手なんですけど編集、なんか一個のアプリで編集してから、あのいや私そのみんながさよくさやってるさ Vlog みたいなやつのさ、なんか TikTok 版をやってみようと思って作ったんですけど、作ろうと思ったんですけど、なんかあの私の中では
このアプリで、とあるアプリで編集してから、その後になんか TikTok のやつで声だけ入れてるんだと思ってたら、 TikTok でも動画編集できるって知って、そう、でもそのもうアプリでそのカットとか動画を短くしたりとか、動画つなげたりとか、全部音消したりとか、そうし終わっちゃった後にその TikTok で編集できるって知ったから、そうちょっとね悔しかったです。まあでもそんな期待はしないでください。あの素人が作ったぐらいで思っておいていただけたら嬉しいです。え、そう TikTok ってすごいんだなって思いました。びっくりした。だって動画編集もできんのと思って驚いたよ。え、本当に待って、着替えたい。普通にちょっと痒い耐えられない私ちょっと着替えていい？上だけちょっとごめん中にヒートテック着ればいいのか。まちょっと待って、一旦ちょっと着替えるわ。上だけちょっと痒いごめん。待たせ、いやせっかくカチューシャつけて、本当はさ、まあ、パジャマでもいいんですけどとかジャージでもよかったん、まあジャージなんですけど、ほぼそう、せっかくカチューシャつけてるからと思って可愛いパーカーにしました。でもこれも、いや私本当服選びのセンスないかもって思うんですけど、あのこれも裏起毛なのでもしかしたらなんかちょっと肌合わないとか言い始めるかもしれないまあそれは置いといて、でも可愛いでしょこのパーカー。え、皆さんはパーカーだったらこういうパーカーとあのアップティーみたいなパーカーとどっちが可愛い、好き、なんていうの、着やすいですか。すごい
このチャック付きのこのビーってやつと、アップティーみたいなこのチャックビーないやつと、なんかカチューシャしてる意味なくなっちゃった。まあいっかどっちが着やすいですか。チャックビーあるやつこっちかな。チャックある方、チャック付き。ああみんなチャック付きの方が着やすいんだ。まあ確かにチャック開けとけばサイズ自由だもんね。サイズ自由、チャック付き、確かに。なるほどね。確かに。じゃあみんなが普通に欲しいと思う方を知りたい。え？あ、びっくりした、パスワード間違ってますって言われた。ちょっと待ってて、マネージャーさん、これは後で考えます、ごめんなさい。今日中に返信しますちょっと今いて、今決めれるものじゃない。じゃあパッと決めれるものじゃない、すいません。ちょっとあとでちゃんと見て、ちゃんと真剣に仕事をしたいから、今じゃない。じゃあ次の質問ね。どこ行った？次の質問なんですけど、サインインしてないんだけど、そんなことある？パスワード覚えてないってまあいいや、もう後ででいいや。じゃあ、いや、これはこっちにしようと思って、かけた。なんでサインしたってこと？急に私怖急にサインできちゃったわ。くじの大悟さん、ハートありがとうございます。何もしてないのに怖、逆に怖。これはこっちにしたい。あ、なんで、あ、なんで、なんで、60×、これよりちっちゃいのってね、うん、6×4 ってどんぐらいですか？コロポックルさん、ハートありがとうございます。 6×4 ってどれくらい？ 6cm×4cm ってどれくらい？そんな大きくなくていいんだよね。6cm、 小指って6cm ぐらいある？そんなにない？だって私の足のサイズが 22.5
あでも小指ぐらいかも本当に。あ意外とちっちゃい。うん。私多分本当に小指長いんですよ。すごく。だから。どっちがいいかな。大相談タイム。こんばんは。ハンカチとスマホリングってどっちが使いますか？ハンカチ。じゃあスマホリングはいい？じゃあハンカチとトートバッグってどっちが使いますか？そっか、手帳タイプの人もいるのか。そうだよね。しかも自分がさ好きなさあれをさここにさこうやってる人もいるよね。トートバッグ前作ったっけ。でもそしたら全部340、え結構でかいよね。340って340、355、100、結構でかい。30センチ。足、あそうでもないのか。足とちょっと、足とちょっととか言って。価値、ああもうわかんない。帽子、え、おしゃ、でもちょっとそれちょっと今発注とか言っちゃった。今ちょっと聞いてないんだよねまだ。それ一旦、いや比べるもの足が一番さ、だってさわかるじゃん。20だってサイズが確実にわかるものじゃん。 2.5お疲れ様です。これいつまでに返
返答したらいいですか。よ、返答。今のは全然関係ない話、マネージャーさんから来てる全然関係ないやつ。分かんない迷ってます。とりあえず としさんハートありがとう。一旦ね、なんか今日も結構 TikTok とか Twitter とかでアンレームの動画ずっと流れてきて、そうずっとあのゆいちを見てました今日ずっとゆいちを見てた。長月さんハートありがとう。今日はいい女の日だよ。だってえ、いい女すぎてちょっと、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます。え、いい女ポーズ、いい女っぽくない？
いい女の日だって。みんなが思うじゃあいい女の条件書いてみてください。そっと気遣いができる。お、秘密は隠し通す。え、何隠そうかな。じゃあ何隠そうかな。話したくなる、話しかけたくなるってこと。品がある。バラ持ってたりとかしたらいい？バラ持ってたりとかしたらいい？ちょっと待って、私が一旦まず第一希望を選ぼう。いや一緒なんだけど全部。すいません、今こっちとこっちの話を両方同時にしてて。違う、バラ持ってたりとか。違う、品だってあるじゃん絶対。バラ持ってる女、バラ持ってる女とか言ってその言い方がダメですよね。バラもバラバラをお持ちになられておられる素敵な女性。え、私的にはこれの方がいいと思うけど。え、でもこの時はこれって言ったんだよね。もうママムカつく、もう嫌い、もう通知オフ。ママからの返信にムカついたので、もう見ません。自分で決めます。周りにバラ持ってる人いますか。いや、いるんちゃう。
くびとかしないですよね、品ある女性。待って、そうですよね、ごめんなさい、多分フードかぶらない。でもちょっと今日はフードかぶってた方が可愛い気がする。ね、品ない話していいですか？いや、いい女こそ通知オフとか絶対多いと思うよ。だから自分がイライラするものをもう目の中に入れないっていう、絶対いい女こそ通知オフだよ。もうイライラするものを自分の身の回りに置かない。話の入り何でしたっけ、何喋ろうとした、今うち忘れちゃった、なんだっけ今な、え、まあいいや、何でもいいんですけど、あ、そう、あ、そういうことか。あの、今からいい女じゃない、品のない話していいですか？え、栄養足りてない、急に急にピョン、栄養足りてない、コーナー編2個できたつらい、本当につらい本当につらい。朝起きたらなんか、ん？みたいな、ん？ってなってそう、ピョン栄養足りてない、でもシミはしないんですよ別に。なんだろう、口内炎じゃないのかな、え、なんなんだろう、わかんない口内炎じゃなさそう。でも、え、噛んだのかな、え、逆にストレス溜まりすぎじゃないでも確かに噛んでたのかな、寝てる間に。だって寝て起きたらできてたっていうか、痛かった。でも口内炎って大体突起物じゃないですか言い方よくないね、品がある話をしてほしい、本当に。ハルピョンにはアイドルなんだからさ、かわいいかわいい、え、本当に似たにね、痛いけな24歳なんだからさ、本当に品がある話をして、お願いだからマジで。え、多分ストレスだ、口噛んでるかも。うわ、寝ない方がいいってこと？もっとストレス。え、本当に良くない。待って、メール送る。
公園のないストレス、いや本当にそう、踊れないストレス、ストレス肩踊れなさすぎてストレス肩マジで。メール送ってます、すみません。いい女には鼻かかないよね、ごめん。いい女になりたい。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。あれを見てた今日、なんかマネージャーさんの写真出てきた、消しますね、すいません。ロケの時に多分みんなで面白がってテレ東さんのあのりんちゃんとか、りんちゃんとめぐちゃんとぎょうちゃんと4人で行ったテレ東さんのロケの時にみんなで面白がって撮ったマネージャーさんの写真出てきた。ちょっと残しててもどこにも使えないので消しますすいません。そう、みんなで面白がって撮った思いはあんのよ。なんかだるまみたいだったの違う、え、なんだっけ、なんで撮った、なん今見たらだるまみたいって思ったんですけど、多分この時は、当時はあれだと思います。なんか今の写真見てもわかるんですけど、全身真っ黒すぎて、え、マジで怪しくてマジで怪しくて、そう、いや私も今それなんですけど、全身真っ黒すぎて怪しい、本当に。え、だるまみたいって褒め言葉じゃん、褒め言葉かな、わかんない。でも別に嫌な言葉じゃなくない、目クリッとしてるってことじゃん。なんかなんて言うんだろう、ちょっと一旦メール送ります。なんか本当にここだけ出てて、え、本当にこの状、もう本当にこういう状態だったの。え、だ私今だるまみたい私今だるまみたい。え、本当なんかパーカーを着てたわけじゃないんですけど、なんか顔だけ出てて、あとはもう全部真っ黒で覆われててみたいな。え、本当にこの状態、もうこれそうだからなんかこの状態だったんです。だるまっていうのね、いやだるまっていうわけじゃないんだけどうーん、ちょっと難しいからこの話やめろね。もうメール送り終わったし、今日はあの TVer さんであれを見てました。ゆうりさんとおんさんのフルーツジッパーさんとのコラボのテレビだから、だから歌った、さっき歌っちゃった、平成ギャル。でも私も平成に生まれた女なんですけど、平成をあんまり生きたわけじゃない
平成はあんまり生きたわけじゃないっていうのもなんか変なんですけど、まあ、平成あんまり生きてなくて、まあ、生きたんですけど平成生きてる時の記憶がほとんどないので、そうあんまなんか平成の話分かんなくて、えニョッキは分かったけど、そう竹の子ニョッキッキーは分かったけど、なんか鼻のやつとかダンスするやつとかあんま分かんなかった、平成平成あんま分かんない、平成むずい、平成のだって12年生きてないから、うち、いやでも平成の過半数は生きてんだよな、そうだよね、ごめん、え、タケノコニョッキって結構それこそ私が小学生とかの時ですよ、やったの、なんかあれの時にオリエンテーリングみたいな、宿泊学習のオリエンテーリング、なんかあれもゲームとか持っていけないじゃないですか、だからなんか野外オリエンテーリングみたいな、タケノコニョッキやってたよ、うちら、え間違ってる、そういう時代だけど、てつやさんハートありがとうございます、てつだねいちさんハートありがとうございます、え、そういう時代だけど、え、飲み会とかでやってるとかじゃないけど、みんなはそうかもだけど飲み場高めの人たちは飲み会で一ニョッキーとかやってんの、ちょっと待ってちょっと待ってかわいいなと思ってかわいいなと思ってすごく、いや、いいと思いますよ、すごくかわいすぎない、私がかわいすぎないねえ、違う、小学生以外でやるときあんの、一ニョッキってタケノコニョッキッキ、あんま聞かないよ、酔っ払いニョッキ酔っ払いニョッキはやめて、かぶったらかぶったら一口とかでしょ絶対やだ絶対その会に参加したくない、怖っ、あ、そっか、小学生、え、よ、たけ、酔っ払いニョッキじゃないや、たけのこたけのこニョッキッキっていつ生まれたのあれ、でも私が、そうだよね、てかおもろいね、そのなんかそんなさ、なんか原始的なゲームで飲み会行って盛り上がるんだちょっとおもろすぎた今、絶対にそこの会には参加したくないけど、一ニョッキってやるのちょっと恥ずくないちょっと恥ずかしくない、だいぶ、てつやさんハートありがとうございます、え、だいぶ恥ずいよ、一人じゃないだっけ、なんだっけ、みんなでやれば怖くない、そういうやつ、え、絶対嫌だけどな絶対嫌だけどな、うちは、楽しそうだけどね、その会に参加はできない、見てたい、おもろって、うん、外から見てるよ、ピョンズでやってて
言った人からレーンに入ってくる。かぶったら買い増しやば、楽しそうなゲームだ。かぶったり最後の一人になったら買い増し。アルバムって高いよ本当に。ありがとうございます。3つの分も売り切れになって本当にありがたい。本当にありがとう。みんなのおかげです。明日でサンタコスが終わっちゃうんですよね。もうサンタコスでの写真会が終わっちゃうので、はい、寂しくなりますが、サンタとトナカイで待ってます。あの本当に決めました。4部5部、どっちが楽かな。土曜の45がトナカイ、78がサンタで、日曜の45がサンタ、78がトナカイにしようかな。幕張ですよね、その日。カレンダーに書いとかなきゃ忘れちゃう。最初トナカイ、最初サンタで、土日のサンタに関してはどっちも髪型は変えるつもりなので、どっちに来ても楽しんでいただけるように気をつけるっていうか、はい、したいなというふうには思っております。だから土曜と日曜、サンタの部一緒やんってなったとしても、あの変える、髪型変えるので、土曜のサンタ来ても日曜のサンタも違う髪型で行きますので、ご安心あれ。写真会はいつもというか前の感じだとお話はできてました。はい、お話はしてました。でも多分オンラインの方がもしかしたらちゃんと話す時間はあるかも、確実にできるかも。その私もなんか写メ会の時の方式しかちょっと覚えてなくて、でしかも写メ会してたのももう何年も前なので、ちょっとあんまし覚えてなくて、だからちょっと一旦やってみてって感じにはなっちゃうんですけど、でも多分オンラインの方はいつものワンショット会みたいな感じだと思うんですよ。まあワンショット私売り切れっていうか本当に売れないので、私オンラインでもワンショットのところなんか片手で数えれるぐらいしか来なかった日とか全然あるのでちょっとワンショットもあんま覚えてないんですけど
本当にすいません、あのそうなんですよ、はい面白いでしょ。そう、えってなるでしょ。そうなのよ。だからその期間、その時間にサイン書いてたりします。みんなね、サイン会来てくれるから、え、マジですよ、はい、その時間にサイン書いてますいつも悲しい。でもそれが現実だから、俺人気ないからしょうがない。でも今回はワンショットが絶対だから、でそこにサインが当たるか外れるかって話でしょ。なので書く時間なくなりましたはい、頑張ります、書きます。今回オンラインしか行けない。わ、コスプレしてる、待ってるねいけないって言ってんだろって感じですよね、すいません。今月末のもうね、売ってないからあれなんですけど、今月末の方のあれはここにある、ここにある、もうずっと用意してある、セーラー服ちゃん、コスプレちゃん、セーラー服ちゃんを着ようと思っているので、ちょっと出しとこう今のうちにね、なんかシワとかつかないようにしとこう。もうついてるかもだけど、え、かわいいよ、本当に本当にかわいいんだ。なんかずっと着たくて、前にねこれファンの方からいただいた時にこれずっと着たかったんですけど、そう、でもなんか、え、ハルピョンのために写真会になったってぐらいのいいタイミング。なんか長袖だったから、そう、もらった時ね、夏だったっけな。その時売ってなくてみたいな。で、じゃあ次のシングルで着ようかなって思ってた時が夏で、次のシングルのお話し会の時が、ちょっと長袖は暑いかな、じゃあ秋の時に着るねって言って、ちょうど写真会になったから結構嬉しい。あのあれです、何でしたっけ、これこの長いやつ、ルーズソックス、11月20何日覚えとけ、11月24だよね、確か書いてない、やば、ファンの方が作ってくれた写真に書いてあるはず。なんか最近ツイッター、なんかさ、ずっと私さ、ツイッターピョンムービーボットだったからさ、24だ、セーラー服、23日普通に私服で、すいません、私服なんですけど、可愛い服着たいと思ってるんで、はい、ピョンムービーボットだったから、ずっとなんかピョンムービーしかなかったんですけど、最近なんかなるべくツイッター頑張るようにっていう気持ちでいるので、そしたらちょっとあのツイート見たいんだけどさっていうツイート探すのめんどくさくなっちゃった、うん、いやでも私よりも SNS すごい子はすごいので、本当に私なんかもう全然ペーペーなので、
私服ね、何着ようかな。本当に着るものないんだけど今うち。マジで何着よう。迷ってます。どうしよう。なんか可愛いワンピースとか着たいけど、あるかな、あの中に。ワンピースを、ワンピースボックスの中に可愛い系着たい。一旦、え、ギャルにはなりたいよ。めちゃ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 ギャルになりたいんだけど、なんか1日目はちょっと可愛いの着たいみたいな願望。考えます。え、ちょっと平成ギャルになろうかな、この日、セーラー服の日。いや無理だな、うち制服着崩すとかできない。制服着崩すとかできないんだよな。上にパーカーとか羽織れば平成ギャルっぽい。うわ、ピンクのパーカーあったかな。ネズミになりたい。ピンクのニットパーカー、うわ絶対ないな。あったかな、ちょっと探したい。ここにはない絶対。ここには絶対ない。でシュシュとかつけたらもうさ、懐かしすぎるんだけど。でもここには絶対なくて、一回ネズミ、ネズミ検索していい？ネズミ、ネズミ検索していいはちょっと頭おかしいですよね、すいません。マジスカのね、え、ゆりさんがちょうどやってたんだ。しかもうわー、このピンクパーカー絶対ないな家に。しかも黒なんだよね制服。ネズミさん本当は。まあそこはね、愛嬌みたいなところありますよね。あとタイツ履きたくない。ね、自由すぎる。俺のネズミ自由すぎる。ピンクのパーカーでも家になさそう。こんなピンクのパーカー絶対持ってない。ここにも絶対にない。ないな。いや、ないと思うんだよな。見たことない家で。え、待って、ローファーとかないんだけど、うち。うわ、待って、靴とか考えてなかった。確かに、ルーズソック靴とか考えてなかったよね。
ーズソックス。バージョンRさん、ハートありがとうございます。え、そうですよね、ルーズソックスローファーだよね。キティちゃんスリッパ持ってないもん。そうだよね、ブーツじゃ変だよね。レミタンルーズソックスにクロックス履いてる、おもろい。スニーカーじゃ変だよね。そうだよね。ちょっと待って、一回考えるわ。でも可愛いローファー、そっか。一瞬何が、およいしょしょ、いや、ない、ここにはない気がする。うん、ちょっと一瞬待って。なんか、いや多分昔インスタに載っけた、この靴とこの靴と、この靴ならあるんですよ。そうけど、ローファーはちょっとないかも。今見てきた靴箱。
と後で一旦履いてみて決め見てみて見てみるわ。一旦履いて、あ、見せ、履いて履いて履いてみる。そうだよね。一旦このルーズソックス履いて、で靴もどっちも履いて見てみる。ハサミ遠くて、すごい怪力すぎない？超かわいい。ていうかちゃんとしたルージュソックス履くの初めてかもしれない。なんか100均で買ったそれっぽいルーズソックスみたいな、ルーズソックスに見えるよみたいな靴下は履いたことあるんですけど、ちゃんとしたルーズソックス履くの初めて。そうだよね、いい女は面倒くさがらずにハサミ取りに行きますよね。すいません、確かにごめん、ちょっと見てないことにして。ちょっと見てないことにして今の。え、かわちい。いや、ワンちゃん、いやでも、いやローファーの方がかわいいよな。でも絶対ちょっと一回履いてきてみていい？ねえ、配信終わってからやりなよ。本当にそう。いや、変ではないと思うんだけどさ、全然。いや、でもやっぱやめよう、後でやろう。ちょっとセーラー服全部一回着てみてやろう。一人ファッションショーやるね、一回。後で、こっちなんだよ名前が。何歳ですか？え、何歳に見えますか？あ、すんごい、何歳ですかの連投来ちゃった。嘘でしょ、答えなきゃよかった。すっごい連投来ちゃった。答えなきゃよかった。現役の頃はどんなのが流行ってましたか？え、てかカチューシャしてる意味ないんで、カチューシャ外していいですか？すいません。
あの頭痛くなるだけなんで本当にすいません。何の話してたっけ。現役の時は何が流行ってた。本当に覚えてなくて、てか多分本当に流行りに疎くて、私現役の時から本当に申し訳ないんですけど、うん、マジで流行りとか知らなくて、カースト底辺本当に底辺カーストで生きてきたうち。うん、マジで。けど体育大会とか学園祭、何学何何何文化祭とか楽しんじゃうタイプのカースト底辺で生きてきたので、はい、そう、中学の時は、中学の時にはぁって思った話していいですかこの話多分もう30回目ぐらいなんですけど、あのま運動会、体育大会、ちょっとどっちで呼んでたか覚えてないんですけどの、なんかその長を決めるみたいな、応援団長とか団長とかを決めるみたいな時に、なんかまあ私たちの学校ではその投票制だったんですね。そうで、なんかみんなの前に並ばされてなんか自分はこれになりたいです、でこうこうこういうことができますみたいな、なんかその例えば団長になりたいです、自分は人をまとめたりとか声が大きいので、声が大きいので人をまとめる力が、人をまとめる時になんか大きな声を出して人をまとめますとか、なんかそういうアピールポイントみたいなのを自分で言って、でその投票するみたいなやつだったんですけど、なんか私は応援団長になりたくて、その年の時、その時まあ団長とかやりたくなくてそう、応援副団長 か女子はどっちにしろ副団長にしかなれなくて、そうだから応援副団長になりたいって思って、でそういう応援系なんかそういうのが好きだったので、で、まあ、立候補したんですね。でまあ女子3人ぐらい3、4人いたんですよ。そうで、なんか自分はこうこうこうでみたいな、応援副団長になりたいですみたいな、よろしくお願いしますって言って、で投票になって、まあそりゃそうですよね。でなんか投票になって、で私が一番だったんですよ。そうだからえ、なれるじゃんってなるじゃないですか。で、はい決まりましたって終わった後に、
なんかその全部の段が終わったんですよ。まあ、でもその段の中でのあれね、段の中での立候補で段の中での投票制なんで、そうあの全員からこの人って言われてるわけじゃなくて、段の中で段の学年の中でこの人みたいな、だから段の3年生の中でこの人ってなってて、で投票になって決まっておーってなって終わるじゃないですか。で他の段も決まったから、じゃあお疲れ様でした、お疲れ様でしたじゃないけど終わりましょうってなって、その 会場っていうかその教室みたいなのを出ようとした時に、なんか〇〇団の皆さんちょっと一回集まってくださいって言われて、私たちの団だけ集められて、そうでなんかあのちょっとみたいな、ちょっとなんかどっちだったか、私に直接言われたのかをちょっと覚えてないんですけど、なんか橋本さんはみたいな、ちょっと仕事もあってみたいななんか当日までもうちょっと参加できるかわからないしみたいな言われて、えだったら最初から言ってくんねみたいな思っちゃったんですね、私は。でしかもそう決まった後に言われてもみたいな感じじゃないですか。そう中学3年生の頃の話だったので、それがもう仕事を始めて2年目、そうの時で、なんかちょっとみたいな、橋本さんはみたいな、だから橋本さん以外から決めたくてみたいな、え立候補の時点で言ってくんねみたいな普通に普通に考えてね。そう先生からなんかその段の担当の先生から言われたんですよ。そうえ別にその私も最初から言われてればあはいはいって気持ちでできるんですけど、決まってから言うなよみたいな。でまあ別にそのなんかもう私はもうはって思うじゃないですか、え意味わかんないって思ってもうイライラするじゃないですかこちらは。であの私の仲良かった子が同じ段だったんですけど、もう私がイライラしてるのがもう超わかったんだと思うんですけど、もうなんか絶対わかっただろうなぐらいイライラしてて、私は本当に。そうでしかも担任の先生には別になんか後から聞いた後からなんか私がイライラしてるのが多分分かって、その担任の先生がなだめてくれたんですけど、その時もいやいいと思うんですけどねみたいなすごいなだめられて、でも私はもうイライラピークじゃないですか、えだったらさ最初から言ってくんねみたいな、なんはいみたいなってなって、でまあ結局別の子になったんですよ。そう結局別の子になったんですよ。でまあ別にその子は悪くないし、私からすると別にその子が悪いわけじゃなくて、もう最初から言ってよっていうその先生が悪いわけであって、別にその子に対しては何も思ってないから、じゃあこの子についていこうっていう気持ちで私は普通に体育大会をしようと思ったんです。でもそしたら本当になんか結果的にまあなんかねまあ割とそのアイドル曲、アイドルの曲を AKB じゃないんですけどアイドルの曲をやろうみたいな、当時アイドルが好きな子たちが多くて、AKB じゃないけどアイドルの曲をやろうってなって、じゃあこれ振り起こしといてと言われてないんですけど、えじゃあこれ覚えてきてみたいなって言われてえ待ってみたいな、え私団長とかでもないのに覚えるんだと思って、でまあみんな覚えてくると思うじゃないですか、みんな覚えてみんなに言ってみんな覚えてみんなでじゃあやろうってなると思うじゃないですか。で別日にえ覚えてきたみたいな、え教えてみたいな、えもう橋本イライラマックスですよね、えちょっと待ってみたいなちょっと待って
ちょっと待ってちょっと待って、おかしくないみたいな、もうどん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 イライラがマックスになって溜まっていくんですよ、フラストレーションが。えみたいな、あおかしいって思ってでも私は断れないからそう私は断れないから、まあ覚えてくるじゃないですか、てか覚えてきてるじゃないですか、もうやで教えるじゃないですか。でも結局その曲も終わったんですけど、ちゃんと私は何だったんみたいで、え確かなんか賞取った、え取らなかったんでしたっけ、えちょっと覚えてないんですけど、そう中学校の時の卒業アルバムをなくしたからそう取ったのか取らなかったのか忘れたんですけど、確かなんかの賞は取ったんですけど、それをもらいに行ったのもその子なの、私は団長じゃないから、あみたいななんか、ま、いいんですけどね、全然適材適所っていうものが人にはあるので、でももうフラストレーションの塊でしかなくて、その体育大会そう、もうなんかこの話30回ぐらいちょっとイライラしたよっていう話なんですけど、そうですね、何の話からここに行ったかは全然覚えてないんですけど私がイライラした話でした。はい、っていうか多分ハルピョンショート似合う、多分これぐらいの髪似合いそう、絶対卒業したら切ろう絶対切ろう、ごめんねまだ切らない、やめるまで切らない、そうです、もうとにかくなんかイライラがたまりにたまった体育大会の話でしたはい、もはや懐かしい、でも本当にその当時仲良かった、あだからあの子ですよ、あのベビタンが爆誕した友達も同じあの色団だったので、私はそう、そことあとあの担任が激なだめしてくれたので、そことそこでフラストレーションを二方向に爆発できたのでよかったんですけど、あと多分ショールーム、当時のショールームも機嫌悪かったと思う、うん、え中3の時ショールームやってたっけ、やってないかもしんない、やってたんだっけ、ちょっと覚えてないけど、当時ショールームないっけ、いつできた、2016年から、あないね、じゃあよかったね、あったらもう今日マジでイライラすることあってえ本当になんか投票になったんですけど絶対言ってたよねその当時、危な、よかった、セーフ、でも高校の時も高校の時は中学校の
待って、中学、え、高校の時は、高校だっけ、中学校、違う、中学校だと思う。中学校の時、中1の時かなに、なんか全然その時は応援団みたいなあるじゃないですか、あれもなんか応援団の中でなんか何グループかに分かれて、5人ぐらいのグループに分かれて先輩が後輩に教え合うみたいなあれだったんですけど、私たちの担当になってくださった先輩が、え、マジでほんとに全然全然教えてくれなくて、まあそりゃさ、中3の先輩がさ、中1のさ、ガキンチョたちに向かってさ、しかもメンズの先輩だったんで、そのさ、中1のさ、ガキンチョたちに向かって、ガキンチョレディに向かってさ、真面目に教えてくれるわけがないじゃないですか。そうで、その当時の応援副団長の方と女の先輩と私は仲良かったので、あ、なんかみたいな、え、春菜そこにした理由は春菜が覚えてくれると思ったからみたいな、やばすぎやばすぎそう、その先輩、え、多分中3、うん、中3と中1だった気がする。そうで、まだ私 AKB じゃないんですよ、その時まだ AKB じゃないんですよ、踊れると思ったからみたいな、え、中1のガキが中3の先輩に教えるのもよく分かんなくねと思いながら、懐かしいですもはや。はい、何してるんだろう、その仲良かった当時の先輩。その先輩もベビタン爆誕の子とその先輩が仲良くて、そのだから私も仲良くなったみたいな、だから全部もベビタン爆誕の友達結果。そうそうです。でも私の会いたかったのステップ知ってますよね皆さん私の会いたかったのステップ知らない人、いや、いるかもしれない。ぜひ AKB48、静岡チーム、AKB48 チーム8静岡エコパスタジアムで調べてください。はい、私の会いたかったの激ヤバステップが多分 YouTube に載ってると思いますはい、当時からチーム8は撮影 OK だったので、絶対あるよ、ファンの方が撮ったやつ調べるよ一旦。エコパスタジアムって入れた方が多分出しやすいと思います。あと顔も全然違う、顔も全然違うは良くないけど、チームエイトエコパで出てくるかな。会いたかった、ちょっと待って、2倍速やめて、おもろい、え、マジでおもろい、自分がどれかわかるもんだって、おもろすぎて、でも踊れてると思ってるんですよこれで。
ちょっとすごいこの撮影してくれてるファンの方が盛り上がりすぎてカメラ結構ブレブレだけど、えぐいって悲しくなる。いやすごいです。いやでもめっちゃ練習したんだよこれも1ヶ月移動の仕方キモいんだけど。あでも飛んでますね当時から。はい、リズムとか無視して飛んでます。飛ぶところで、会いたかったの飛ぶところっていうかフリーのところで。おもろいです。もはやいやちょっと頑張って頑張って見つけてください。私を、私がどれかは言わないです。あこの人のには映ってない。おもろい。おもろすぎておもろい。元気出るよ。ぜひ、多分この人のこれにしか映ってなさそうなんですけど、ぜひこの方の動画を見て、ハビョン踊りやべえなって思ってください。絶対ポニッシュとかも踊れてないからね。踊れてたん？ポニッシュ。ねえマジでやばい。なんか多分間違ってるし、足のステップも。え、だから今の子たち本当にすごいと思います。黒歴史だもんな、もはや。えぐい。ちゃん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 ぽに踊かないでかい。僕は僕で走るだけ。そうですよ、チームエイトの中で
私とナチュちゃん、当時いた愛知県代表の子がこの日誕生日だったので、次2回目、2日間あったんですけど、2日目の方マジでよう受かったわ本当に。いやマジでよう受かったわ。夏秋冬どれが好きみたいな言ってるやつですよね、初見の自己紹介。多分そう、やっぱり春。やばすぎ、しんどいこの時のダンス見てるのちょっと元気出る、成長したってポジティブに捉えられる。 AK8 は研究生時代もなく受かったと同時に正規、そうなんですよね、本当に受かった時がもうなんか、でもなんかこの必死さが当時のファンの人たちには刺さったんだろうなっていうのはなんか今見ても思う。うん、できないけどみたいな、だと思います。できないけどそう、ね、本当に面白い。がむしゃらなところが応援したくなるよね、なってほしいよね、もはやね。移動の仕方がおもろい。でも本当に体型変わんないんですよね、この時とあんまり。マジでちょっと太ったと思うけど、きっとそれは成長、人の成長、人は成長するので。だってこの時から怒られて育てたもん、うちらマイクの持ち方とか超おもろいし、え本当に見てほしい。このなんかめっちゃ分かりやすい映像を上げてくださってる方いるので、30分長尺、ちょっと私の自己紹介聞きたい。えぐい、えぐいって。でも本当になんか多分体型マジ変わってない。ちょっと一回りぐらいおもろいですね。なんか人間ってこうやって成長するんだなって思う。
でもこの時にこんだけ踊ってたから多分さ、ラブラドールとかもさ、もう全然踊れるんだろうな普通に。今年のお気に入りだね、てれ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 、あばやばわりわりは好き、バカンスに来たの多い、去年またにもここおもろい、ここおもろいいや私も横道ぐらい踊れてると思ってたもん当時は。でも全然踊れてないよって言ってあげたい恥ずかしい。すごい恥ずかしい、この時の自分。いやそうですよ、だから横道ゆりちゃんは本当にダンスが上手かったんですよ。いやだからでもその子ぐらい踊れてると思ってたので、ぜひ皆さん AKB48 チーム8エコパで調べて、30分ぐらいの長尺の見てください。てか頑張って探してください、橋本春奈やばい、一番やばい踊りをしてるのではい、一番ダンス下手だなって思ったやつがピョンです。えだからこの時に比べたらまだ上手くなった方だと思いますよ。今も全然踊れるダンス面とかじゃないけど、この時に比べたら元気出るもん、この映像見たら、うん、この映像見たら元気出る、下手すぎて。うん、足を見ればってどういうこと？足見たら分かるってどういうこと？逆に怖いんだけど、どういうこと？足を見ればハルピョンを見つけられます、怖いんだけどめっちゃ怖いんだけど。いやでも当時から多分なんかステージを楽しもうっていうのはあったと思う、それはすごい伝わってくる当時の自分を褒めてるみたいな感じなんですけど、うん、当時からなんかこのステージを楽しもう、ステージにいる皆さんと一緒にこのステージを作ろうみたいな気持ちは伝わってくるパフォーマンスです多分下手だけど、下手なりにね、うん、だってダンス下手でちっちゃく踊ってたら、ちっちゃく真顔で踊ってたらおもろくないやん、応援しようって思わんやん。ダンス下手でも全力で笑顔で踊ってたら
当時はね、今はなんともならないけど当時はなんとかなったんですよ。10年前は。懐かしいです。元気なくなったらぜひ見てください。本当に下手なんで踊りが。だから今の子たちは本当にすごいなって思います。私今だって当時の自分にダウンタウンホテル100号室とか踊ってよとか言っても無理だもん。踊れない、こんなのできない。絶対できない。君の嘘絶対できない。だから本当にすごい今の子たち、うん、まあ時代ってのもあると思うけどね。時代とか今のコンセプトとか。だって絶対私よりダンス上手い子なんて富山にいたよ。絶対いたって。私が一番ダンス上手かったわけじゃないって。絶対これで一番ダンス上手かったら富山のダンスのレベル疑うもん。うん、本当に。だから当時はダンスで撮ってるとかじゃなかったので、きっとチームエイトっていうコンセプト自体がきっとね、まあ、もちろんダンスがすごい上手いメンバーもいっぱい何人もいたし、そうめっちゃ歌が上手いメンバーも何人もいたし、けど多分そういう基準じゃなかったんだと思う、うん、当時は。よかった。よかった。で本当にチームエイトじゃなかったら受かってない。チームエイトでも受かったの奇跡なんだもん、うち。感謝しなきゃな、マジで。今アイドルできてることに。AKB に貢献はできてないですよ、全然。私はピョンズはしてるけど、私は全然してないです。はい、みんなのおかげで。あ、待って、私メールに嘘ついちゃった。飲んでるジュース違った。ごめんね。嘘ついたわけじゃない、間違えちゃった。ハルピョンがいるから私たちも AKB に貢献できてる。え、いいこと言うじゃん。同い年のくせに同い年のくせにいいこと言うじゃん、この野郎。やばすぎ。なんで怒られてんのあなた。ねえねえねえ、なんであなた怒られてるの。ねえ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 、怒ってはないけど。あ、コメント固まっちゃった。
メント欄固まっちゃった。30分見ました。絶対嘘だ。飛ばし見したでしょ。絶対自己紹介のとことか飛ばしたでしょ。ねえ、いいけど、ピョンのとこだけ見てくれれば。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。MC は2倍速。いやちょっと怒れない普段2倍速とかで見てる女だからちょっと怒れない。古い方のキャッチフレーズたまに劇場で見たいです。絶対誰も反応してくんないんだから、わかるよ。まあでも言う言葉は一緒だもんね、みんな。そうだよね。じゃあわかん、ジャンプって言わなくなるだけで。いや、いろいろあるんですよ。富山県のメガネちゃんとかいろいろあるんですよ。でも私が質問したら春っていうのは正解なので、そうだよね。いや、 やらないですけどね、絶対に。振りとかじゃなくて、どっかの MC とかでやっても面白いかもね。なんか過去の、なんかそれこそまあ先輩組集めて過去の自己紹介やってみようみたいな。みんな違う季節言ったりして、いやでもそれの乗り切り方はあるんですよ。大西桃香というメンバーがかつていまして、うん、でもでもそこはやっぱりって言えば正解、正しいこと言ってくれるので、みんな、はい、かつて我の同期の大西桃香というのスペシャリストがいるので、間違ってることを言ったメンバーに対して、こことここにできたんだよね、口内炎。口内炎っていうか痛い。だから本当に多分こうやって噛んだだと思います。あ、今日橋本春菜のやってみっちゃ富山で放送されました。なんか日テレカラダウィークっていうのを今やってるぽくってやってるんですよね。やってるからキックボクシングやりますって言われたんですけど、やってるんですよね、きっと。多分やっててあのえ、てかさ、TVerさんでさ、やってみっちゃは基本不定期です、マジで。橋本春菜のやってみっちゃ、 TVerさんのさ、タフティングってさ、完成品多分見せてないよね、きっと。なんか完成品はスタジオで見せますって言われてて、放送当日にちゃんとスタジオで見せるんでって言われてるから、多分 TVerさんには載ってなさそう。ごめんちゃい。そう、富山の皆さんは見れたと思うんですけど、
タフティング、あの絨毯のやつ。まあ今度もらえたら、もらえるって聞いたのでもらえると思うんですけど、もらえたらこうやって紹介します。うん、載ってない。え、しかもさ、私さコメント書いたよね、なんか書いたのに、いつものハルピョンってここに書くコメント考えて書いたのに編集で使われてなかった。危ない、今ディレクターさんの名前言おうとしちゃった危ない危ない。でも久しぶりにやってみっちゃを担当してくださったディレクターさんだったので多分忘れちゃったんだと思います。え、あの時ももしかして載せてなかった、いや、あの時は載せてた気がするけど。私の一番可愛いとこの時のディレクターさんと一緒なんだよね。まあでもマジで呼んでいただけるだけありがたい。あ、あるよ、あるやん、こん時書いてるやん、ちゃんと。忘れてるやん。いやでもこうやって見たら本当にいろんなさ、いろんな体験させていただきましたよね、ありがたい。2年ぐらいの間で、たまに出てくるハルピョンの不器用さ、なんかできるときはできるんだけどそう、できるときはねできるんだけど、不器用なときもあるんですよ、すごい。懐かしい。まあでもバク転伸びてるな。でも野球が一番伸びてるんだよね。私のコメントもすごいいっぱいある。うわ、バッティングセンター行きたい自分で作ったバット。え、この時の髪色かわいいな。もう一回やりたい。あ、すごい、自分でもびっくりしてる。なんか打ててるって自分。いや懐かしい、なんかこうやってなんかいいね、なんかやってみっちゃマジでありがたい。でもなんかこうやって私なんかいろんな過去、自分の過去を見てありがたいなって思う時間が一番好きなんですよねそう、
人的には行けない旅、視聴者投稿一番回超えたね、本当にありがたい、マジで。それだって私だけの回じゃないですか。なんか他の回は正直なんかまあなんて言うんですか、他のそのゲストさんのファンの方のか視聴数とかがすごく多分強いけど、この回は本当に私とあのリハックマだけなので、ありがたい。出しゃばりすぎずアイドル声だって、私の声嬉しい。嬉しい。なんか前髪腐ってるけど、この日腐ってるとか言っちゃった。自分の前髪腐ってるけど。行きたいですよ本当に、行かない旅マジで。ありがとうございますって気持ちです。でもやっぱりもうちょっと伸びてほしいですよね。もう一回、そうだよね、いやマジ一回行きたい、一回行ってみ、一回行きたいよね本当に。近場でいいから、わかる。あの許可とかロケしてよかったやん。今日は初めてスタジオを飛び出して暗渠を探しに来ました。いやそれもやってみっちゃになっちゃうのか。本日のゲストは本田壮さんです、よろしくお願いします。やってみっちゃだよね完全に。そうだよね、行かない旅、そうだよね、ごめん間違えた。自分で YouTube 始めろって話だよね。そうだよね。でも本当に野付半島とか行かなきゃいけなくなっちゃうから。でもさ、野付半島行きましたみたいなファンの方何人か、何人か本当に何人かいてさ、ビビる、すごすぎみたいな。写真送ってくださってるファンの方がいてありがたい。ぜひハッシュタグ行かない旅でも投稿してください。橋本さんのファンって野付半島まで行くんだっていう実績を残したいので、はい、リハックマさんに。
そんな時間？びっくりした今。23時37分。その言葉聞かせたかったのに今布団行きました。連れて帰ってきて。なんて言ったっけ。あ、そう、ピョンズはこんなところにまで行くのかっていうのをひろゆこさんに、あ、ひろゆこさんじゃない、リハックマさんにもう見せたいので、ぜひハッシュタグ行かない旅でつぶやいてください。よろしくお願いします。いや、私も謎解きのやつつぶやいてないからちょっと人のこと言えない。私がやったらやるっつったもんね、ごめん。でももう一人いるのよ、行かない旅の月半島行ってくれた人。そう、びっくり。その人にもつぶやいてもらいたい、ぜひとも。でもそれぞれね、地域があると地域があると思うので、あの本当になんかそれこそ関西に住んでる方で関西だけ行きますみたいな人もいるし、だからその自分の住んでる地域に来たらぜひ行ってください。はい、まあ、もちろんね、あの行かない旅全制覇してみたみたいな人もいてもいいと思うんですけど、はい、全然そういう人もいてもいいと思うんですけど、あのぜひ自分が住んでる地域に来たら行ってほしいなとは思いますね。ほんと、あの上の方とか上北の方、あのなんていうの、本当に地球で見て北の方、富山とか石川福井新潟とかやってなさすぎるので、やりたいです、ぜひとも。でもコヤトラベルさんの回ってまだ1個2個か、この間コヤトラベルさんのもう1個やって、あれ、あん時って3収録だったっけ、3つだった気がするから、あと1個だ。でも割とね、九州の方が多いですね。愛知はハルピョンじゃなかった。今 AKB のメンバーに愛知っています？いないか。いないよね、いないのか。東海地方全然いないか、今の子たち。じゃあ SKE さん呼ぼう。現役8メンバー最北端ハルピョン、いやそんなことないよ多分。あ、こう見た時にね、むずいね、こう見た時に、まあ、確かにピョンかも。こう見た時でも、まあこう見た時に北はそうね、いや分かんない、うちの家と日向の家どっちが北っていう問題はある。そうだよ、Google マップ、あ、ここに貼りました、ツッキー。さすがにピョンだわ、だって福井福井の最北端ここでしょ、もう富山の最南端ぐらいだよ。さすがにピョンだわ、さすがに勝ってたわ。
いや、真帆ちゃんの地元がどこかにもよるな。この場合真帆ちゃんの地元がこの茨城のどこかにもよりますよ。あとだってチャンヒノとか長野でしょ。長野のどこかにもよるんで、はい、まああんまりね言いすぎるとピョンの地元がバレてしまうのであんまり言わないですけれども、ここから先は、はい、え、岐阜って緑しかないやん。こうやって見たら長野も新幹線とか JR が通ってるところしか白くない、まあ、富山もか。人のこと言えねえわ人のこと言えねえわ。愛知静岡付近いないんだ。三重とかホテちゃんが兵庫だよね確か。エリコが大阪でしょ。真帆ちゃんの市の名前言われてもさ、それがどこにあるか分かんないからちょっと分かんないです。すいません、茨城の、それが茨城のどこにあるか分かんない。あとあんまり書かない方がいいと思うな。うん、本人が言うのとファンが広めるのとじゃ全然違うのでね、あんまり書かない方がね良いかと思います。うちもやだもん、勝手に書かれて。のつけのつけね、ここか。ガチでこんなところにあるんだ。野付半島道道950号線、すごいね。今 Google マップ見て楽しん、一人行かない旅してます。別海町、私たちが行ってたのは札幌なんで、もうほんとこの辺だよね。ほんとこの辺、付近半島の近くに空港ある。え、そう、あれでしょ、だってあの、あ、出てこない、コヒちゃん標津町でドラマ撮ってたんだよ。なんか放送されますみたいな言ってた。え、マジでさビビったもん。うち標津町って聞いたことあったからさ、へっと思って、標津町ってどっかで聞いたことあると思って調べたら、のつけの付け根の近くだった。そうだから、こひちゃんが撮影した映画、マジでなんならサーモンパークとか出てくるんちゃうって気持ち。サーモン科学館、標津サーモン科学館、ここはね、のつけのつけじゃない、なんだっけ、あれで行かない旅で紹介しましたから。え、本当に今これで見たらちょっとさ、ネットすごい、ネットの人みたいすごいネットの人、映画、映画かな、撮ったよみたいな、あれで北海道のあれで言ってたよ。北海道出張公演、
っちゃ気まずい話していいですか。あの北海道のやつ撮ったよって、あの動画載せるねって言ってたじゃないですか。JAL なんですよね飛行機 JAL なんですよね。の私じゃないんで、そう、あの瓶取ったの私じゃないんで、別に全然全く、はい、すいません。なんかあとはなんか、それはどっちみたいななんか褒められてるのかけなされてるのかちょっとわからない投稿があってそれはどっちって思ったんですけど、なんかくしゃみでそう、ではなんか選抜じゃない橋本さんが2個も自分の番組持ってるみたいなそれは褒められてるのかけなされているのかちょっと一旦どっちみたいな感じなんですけど、まあ、私はねどやって気持ちで受け取りましたよ。はい、そうですよと。どうですか、すごくありがたいんですけどどうですか、なんなら1個は冠ですって思いながらその文章を見たんですけど、どやって思いながら、ジンギスカン空の店員さんが行かない旅見てくれててぜひ来てください。そんな偶然わかんない、普通に紹介されたから見たのかもしれないけど、嬉しい、ちょっと遠いんですけどって言っといてちょっと文系東京になんか支店出しませんかって言っといて言っといてもらっていいかな。嬉しいですね、本当にそうやってね、ありがとうございます。なんかの時も行かないと、違う、やってみっちゃか、なんかやってみっちゃを見てくれてて、このタフティングの回だったか、ちょっと、どっちの回だったか忘れちゃったんですけど、タフティングの回だったか、タフティングの時かボクシングキックボクシングの時か忘れたんですけど、そうやってみっちゃ見てくれててみたいな、なんか何でも器用にこなしますよねって言われてみたいな、前打ち合わせをそのスタッフさんだけでした時にやってみっちゃ見てくれてるみたいでみたいな、嬉しいと思って、そう、なんか風邪ひくなんかちょっとくしゃみの兆候あり、嬉しいです本当に、
個一個がそうやって一人一人に届いているっていうのがすごく嬉しいので、はい、徐々にではあるんですけど、10年目にして徐々にってなんだよって話だとは思うんですけど、いやでもありがたい、うん、もう日付超えるやん。じゃあ55分になったらランキング読みますね。今日ピョンムービー何話そう、迷うな。明日のさ、なんかさ、金曜ロードショー見ようかなと思ったんですけど、見れるからトップガンみたいな、ちょっとなんか私あんまり多分話ついていけなさそうな映画だったうん、多分でもみんなは好きそう。え？好きじゃない？そうでもない？みんなは見たそうじゃない？見たことある、好きです、割と好き、何年前。え、そうですよね、なんかみんなはすごく好きそうな雰囲気が漂ったから、もしかしたら見るかもしんないかも。でも見て途中で、あ、ちょっと橋本頭ついていけてないなって思ったらトーク番組に切り替えるかも、トーク番組トークに切り替えるかもしれないかもしれないので、もしかしたら見るかもしれないっていうぐらいだけ頭に入れといていただけたら、はい、あの見ないかもしれないし見るかもしれないし、もしかしたらぐらいで頭に入れといていただけたらいいかなみたいな感じなんで、はい、よろしくお願いします。つうことで55分になったのでランキング読みます。いやマジでここがその切れてるから、切れてるのか分かんないけど痛くて、なんか口の中血の味するんですよ、すごいほんのり、すごいほんのり、なんかそうやだすごくやだ。確かに行かない旅、行かない旅同時視聴もしなきゃ、やってみっちゃも見なきゃだし、それもあり。1位鉄道ナイトさん、ありがとうございます。2位サプライズレバーとピョンドさん、ありがとうございます。3位鉄也とハルピョン大大大好きさん、ありがとうございます。4位トシさん、ありがとうございます。5位白熊さん、ありがとうございます。6位マジ、ありがとうございます。7位トラックヤロアットコリさん、ありがとうございます。8位ネバーストップさん、ありがとうございます。9位マックミックさん、ありがとうございます。10位バモシさん、ありがとうございます。11位玉駅さん、ありがとうございます。12位マークーンさん、ありがとうございます。13位ベベモンさん、ありがとうございます。よし、3分も残して自分マジ偉いやば、ヤンキー喋り方、ヤンキー、自分マジ偉い。3分前に行動できた、イエーイ、ギャロ、すいませんやめます、はい、変な真似はやめます、すいません。今日
今日は多分寝る。なんかちょっと低気圧かも。明日天気悪そう。ちょっとなんか頭が低気圧だよって言ってる。あ、全然明日晴れ一回喋んないでほしい、マジで普通に、あ、普通に体調不良やめた方がいいって思う。寝よ。うん、おやすみ。みんなありがとう。今日もありがとうございました。また明日はね、そのトップガン見るのか、ちょっと何なのか分かんないけど、まあまた配信するんでよろしくお願いします。ぜひ来てください。ちょっとね、こっから先レッスン付けになって、多分配信がちょっとまちまちになっちゃうと思うんで、今のうちにね、配信できる時に配信しますって感じで。よろしくお願いします。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はーい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7604盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃうという勉強の先生ハーピョンこと橋本アルナでした。え、今日のさ、最初のさ、始まった私の風貌って全然違うんだけど、どういうこと？カチューシャして、あの白の可愛いニット着てたのに、今黒のフードかぶってる。どういうこと？おやすみなさい。またね。バイバイ。